はい、皆さんこんにちは。今回はこちらですね。いよいよ出ましたクロスホッパーですね。これでテンライナーと合わせてプラチナガッチャードに変身できますね。というわけで今回は歴代の中間フォームと合わせてプラチナガッチャードを紹介していきたいと思います。はい、じゃあまず最初は仮面ライダーゴーストの中間フォームのグレイトフル魂ですね。グレイトフル魂はいわゆるてんこ盛りフォームで、こちらの専用ドライバーのねアイコンドライバー G を使って変身していきます。それではいきますよ。ではまず電源アイコンドライバー G。 多いですね、偉人がねこちら15人いましたね。ではいきます。武蔵エジソン。で15人いきます。ロビンフット、ニュートン、ビリーザキット、ベートーベン、弁慶、ゴエモン、龍馬、ヒミコ、スタンカーメン、信長、フーディーニ、グリム、三蔵、グレイトフル。いいですね。ここで今15人出てグレイトフル出ました。でボタン押して変身です。いきます。変身全開眼、天皇発見巨匠に大人サムライポーズ、スーパー大変形。おー、いいですね。剣豪発見巨匠に王様、侍坊主にスナイパーというわけでね、これでグレイトフル魂に変身完了ですね。さらに必殺技もいきましょう。全大海岸グレイトフルオメガドライブ。おー、これが必殺技ですね。でこちら変身と必殺技以外にも召喚がねできるので、偉人の召喚をね、じゃあちょっと武蔵を召喚。うるせい。さらに武蔵を召喚の召喚必殺、続々行くぞ、レッツゴー剣豪オメガフォーメーション。あー、いいですね。これ本編では15人一気に召喚してね、全員でのね必殺技とかもありましたよね。というわけでこちらがゴーストの中間フォームのグレイトフル魂でした。はい、じゃあ次はね仮面ライダーエグゼイドですね。エグゼイドの中間フォームはマキシマムゲーマーレベル99なんですけれども、変身はねこちらのマキシマムマイティ X ガシャット、こちらエグゼイドの顔がついてるこのガシャットを使って変身していきます。それではいきますよ。そしてセットしていきます。でこちらのエグゼイドの頭を押し込んで変身ですね。よし、変身。おー、いいですね。これで変身完了。かなりごついフォームになりますね。で必殺技、一度レバーを閉じます。そして展開して必殺技、よいしょ、マキシマンブリッジアルトレイク。おー、いいですね。マキシマムクリティカルブレイクでしたね。会心の一発は出ませんでしたけれども、こちらがね仮面ライダーエグゼイドの中間フォームのマキシマムゲーマーレベル99でした。はい、次はね仮面ライダービルドですね。ビルドはラビットフォームとタンクフォームが中間フォームになるんですけども、変身はねこのハザードトリガーとこちらのねフルフルラビットタンクフルボトル、こちらを使って、もうちょっと音が鳴っちゃいますけれどもね、変身していきます。それではいきますよ。でまずはこちらを2回押します。でセット、さらにこちらをラビット
きます。変身おー、いいですね。これがラビットラビットホームですね。今ね、こちらのこれフルフル振ってね、ラビットに合わせてこう変身したのでラビットラビットホームになりました。で、これをタンクにすると今度タンクタンクホームになるんですけども、まずはラビットラビットホームのね必殺技からいきましょうかね。おー、いいですね。で、今度はタンクタンクホームも行きましょうか。もう一度、2回押して、セット。このタンクになるまで。タンクになったので、よいしょ。行きます。変身の、いいですね。これがタンクタンクフォームですね。さらにタンクタンクフォームでの必殺技。どっちもかっこいいですね。というわけでこちらがね、仮面ライダービルドのラビットラビットとタンクタンクフォームでした。はい、次は仮面ライダージオーですね。ジオーの中間フォームはジオートリニティですね。ジオートリニティはジオーとゲイツとウォーズの三位一体フォームですね。で、変身はこちらのジオライドウォッチとこうジオートリニティライドウォッチを使って変身していきます。では行きますよ。まず電源入れていきましょう。時空ドライバー。時空ドライバー。そして、ジオージオトリニティ、では刺していきます。そしてよいしょ、ジオー、さらにこちら回すとイエイツ、ロズ変身。おー、いいですね。これで変身完了ですね。で、必殺技もいきますよ。で、こちらはね、3回押していきますよ。回して必殺技。おー、いいですね。トリニティタイムブレイクバーストエクスプロージョンでしたね。かっこいい。というわけでこちらが仮面ライダージオーの中間フォームのジオートリニティでした。はい、次仮面ライダーゼロワンですね。ゼロワンの中間フォームはメタルクラスターホッパーですね。こちらのメタルクラスターホッパープログレスキーを使って変身していきますよ。ではいきます。Everybody jump! Good jump!よし、変身。さらにこれを畳んで、おー、いいですね。そして必殺技
っこいいですね。というわけでこちらが仮面ライダーゼロワンのメタルクラスターホッパーでした。はい、じゃあ次仮面ライダーセイバーですね。セイバーの中間フォームはエレメンタルプリミティブドラゴンですね。で変身はこちらのプリミティブドラゴンランダーライドブックとこちらのエレメンタルドラゴンワンダーライドブック、ちょっと噛みそうでしたけどね、を使って変身していきます。ではまずブックの方からね紹介していきましょうかね。では音声いきますよ。まずはこちらにこちら差し込んでいきます。よいしょ。さらに聖剣ソードライバーにセットしていきます。よいしょ。抜刀して変身ですね。いきます、変身。おー、いいですね。今度必殺技ですね。まずはライダーキック必殺技。必殺特化マシマシ。おー、大気汚染もかっこいい。おー、いいですね。今度はじゃあ抜刀必殺技。おー、これもかっこいい。というわけで仮面ライダーセイバーのエレメンタルプリミティブドラゴンでした。はい、じゃあ次はね仮面ライダーリバイスですね。リバイスの中間フォームはこちらのねサンダーゲールバイスタンプを使った仮面ライダーリバイスサンダーゲールフォームですね。リバイスはリバイとバイスにねこう分かれたフォームが多いんですけども、こちらはねこう2人がねこう合体したフォームですよね。仮面ライダーリバイスとして戦うフォームになりますよね。それでは早速変身していきますよ。よし、変身。おー、いいですね。この風車がね、イチゴライダーを思い出させますよね。では必殺技もいきます。ですね、バクバクリバイストライクでしたね。まだ回ってますね。じゃあリミックス必殺技もいきましょうか。もう一度押します。おっと、おおいいですね。まあ特にこの7色かっこいいですね。というわけでこちらが仮面ライダーリバイスサンダーゲイルでした。はい、じゃあ次は仮面ライダーギーツですね。ギーツの中間フォームはレーザーブーストフォームですけれども、こちらの、ブーストマーク2レイズバックルとこのレーザーレイズライザーですね、こちらを使って変身していきます。でレーザーレイズライザーはこうよいしょ、このように分離をして こちらにセット、ブーストマーク2と同時にセットして変身するという形ですね。それでは変身いきますよ。いきますよ、変身。おー、いいですね。レーザーブーストフォームですね。で必殺技もいきますよ。トリガーして必殺技。
おー、いいですね。まあ、レーザーブースをね、仮面ライダージーンがね使うっていうところもねすごくいいんですよね。というわけでこちらが仮面ライダーギーツの中間フォームのレーザーブーストフォームでした。はい、じゃあ最後ですね、プラチナガッチャードいきます。変身はこのテンライナーとクロスホッパーのケミートレカと、こちらのねテンライナークロスホッパーのケミーですね、こちらを使って変身していきます。ではまずはアイアンガッチャードに変身してからの、プラチナガッチャードいきましょうか。ではいきます。そしてこちらに、よいしょ、変身。これでアイアンガッチャードですね。ではプラチナガッチャードに変身していきます。まずはカードを、よいしょ、入れていきますよ。クロスホッパー、そしてクロスホッパーの手を上げてバイザーを下ろします。そしてよいしょ、おお、こちらにクロスホッパーをセット。待機要請変わりましたね。言います、変身。おー、いいですね。プラチナガッチャードに変身完了ですね。かっこいいですね。では必殺技もいきたいと思います。いきます。おー、いいですね。プラチナシュート。というわけでこちらが仮面ライダーガッチャードの中間フォームのプラチナガッチャードでした。はい、いかがだったでしょうか。今回は中間フォーム特集ということでね、プラチナガッチャード新たに紹介していきました。まあ、中間フォームでプラチナということは最終形態はねどうなるのかなというところでね、ちょっともうすでに先が気になるところではありますけれども、まあ、プラチナガッチャードの活躍も期待していきたいと思います。では次の動画もよろしくお願いします。バイバーイ。チャンネル登録やグッドボタンもぜひよろしくお願いします。